2015年3月31日、中国の掲示板サイトに、日本の店員には震撼させられた、と題するスレッドが立った。日本旅行へ行ったというスレ主は、最終日の朝早くに、化粧品店で買い物をしたいと思って、免税店ではない店を見つけて入った。店員は、私が買いたいと思っている商品を見つけてくれたのだが、向かいの店を指して、あっちは免税店なので、あっちの店で買った方がいいですよと言った。中国ではありえないこの一言に、私は震撼させられたと書き込んだ。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。こんなによくしてくれるなんて、ちょっとありえない。基本的な民度という点で、確かに、日本は中国より上だ。日本のサービス業は、称賛に値する。顧客の立場に立って考えているんだ。顧客の要求に対する日本の店員の態度は、時に変態的と思えることがある。昔、日本人と取引をしたことがあるが、断る時も、日本人は非常に丁寧だった。日本で買い物するときは、ガイドが連れて行く店では、絶対に買ってはダメ。中国人が中国人を騙すための店なのだから。店員の給料は出来高じゃないからな。売れても売れなくても給料は変わらないからだよ。比較しなければわからないことだが、比較してみるとびっくりだな。その店員は、実は向かいの店から派遣された店員だったんだろ。実は両方とも同じチェーン店だったというオチだろ。